カワポンです。上智大学が2024年に入試日程を後倒しにします。その結果、分散効果が高まりそうなところのご紹介です。つまり、一般的には上位生が分散されますので、受験生にとってはクラスの影響になります。ちなみに、上智大学以外は今回ご紹介している大学の日程に変更はほぼありません。あえて言えば、6日に明治学院大学に情報修理学部が誕生することくらいです。上智大学と学部系統が似ている赤い枠に分散効果が期待できます。2月6日は上智は2023年度は総合グローバル学部と外国語学部でしたが、2024年は地域利用の全学部入試になります。よってこの日は多くの大学での分散効果が見込まれます。7日は上智大学は理工学部から文系の3学部に変更になります。文学部系統に分散効果が期待できます。学習院大学の文学部についてはこの日は受験科目が完全に理系科目になりますので、あまり関係ないと思います。また明治大学の理工学部と学習院大学の理学部については上智大学の理工学部の入試が別の日に移動しましたので、むしろ集中効果が高まる可能性があります。8日は立教の文学部、法政大学の文学部に期待ができそうです。9日は、上智は法学部と経済学部になります。通央と立教の同じ学部系統の入試と、法政大学の経済学部に分散効果が期待できるでしょう。10日は、国際系統学部に分散効果があるかもしれません。11日は、上智は理工学部か三流になりますので、青山学院と法政に期待ができそうですね。ありがとうございました。